まあリアルスティールに似ているという点でね、やはり毎年リアルスティールの子をいっぱい見てるんですけども、一番今年はこの馬だなっていうのを、下見の第一印象で感じました。今はねまだ基礎体力をつける時期なんで順調にいってますので、それだけが何よりです。だいたいセリの馬は1回崩れるんだけども、あの子はやっぱり乗り出して良くなったですね。また調教を始めることによって馬がやっぱりまたいい時というか、リアルスティールにますます似てきたように感じます。そうですね、やっぱり距離は2000あるいはそれ以上の距離、ダービーの距離をね、こなすというか、むしろ合っている馬だと思うんで、中距離からデビューさせて、やはりクラシック路線、マイルではなくクラシックっていうことを考えていきたいなと思います。僕もそうやって会員さんと話したりするのが大好きなんで、非常に寂しい思いをしてますけども、またラブゾンDUのようにね、一緒に夢を追っていけたらと思うんで、またその時はよろしくお願いいたします。